はい、こんにちは。こんにちは。今日こちら何をされてます？秋野菜だね。いろいろあるだよ。で、そのうちの今巻いてるのはね、サラダ春菊。ほう。はい。サラダ春菊。はい、春菊ですね。はい。で、今巻いてるとこですけどね。ほう。うまくいってくればいいだけれど、今年は巻き方が下手だか、陽気のせいだか、何しろよ、こういうなんだけどね。秋の方はもつもつ置いてるようですけどね。まあそんなふうなこんで、まあ今日もよいろかぐらい巻いたんですけどね。ほうれん草巻いたり、ね、これは春菊でしょ、レタスでしょ、ほんであとも今度はね、大根とか人参ね、もう分かる、今から巻くだけど、ここだけじゃ足りないから、まあ違う場所へも持ってくるんですけどね。人参はね、はい、おかしかったね、今年はダメだと思うんだけどね、おベトベトですかね、雨ばっか降っていて、その後急に天気になったら、はい、枯れちゃったです。うわー、かわいそうに。でちょっと葉の色もぼつぼつ色が青くなってきただけど、はい、なんだか枯れてないのはね、茶色っぽいような葉をしてるんですよ。あ、今年はダメじゃないですかね、きっと。まあそんなふうなところです。こっちにあるのは、はい、何ですか？キャベツはね、はい、ここはそう少ないだけで虫に食われてね、はい、芯を取られちゃって、はい、まあ、止まるのがうまくいかないから、今年はどんな風になるか、おー、ね、大変です。かわいそうですね。はい、頑張ってください。はい。